剣ですということで、なんと本日5月5日でイモケン TV R40 が放送2周年となりました。ありがとうございます。やんやもう向こうの方ではやんやと拍手をいただいております。ありがとうございます。チャンネル登録をしていただき、そして毎回、見ていただいている皆様ありがとうございます。感謝しております。これを励みにですね、どんどん増やしていって5年10年と続けられるように頑張りたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。というわけで今回は2回に分けてちょっとスペシャル企画と題しましてですね、お送りしたいと思います。題してイモケン TV R40 ベスト3ということでございまして、まあ過去にアップいたしました動画の中から、私イモケンがですね、厳選いたしましてベスト3を紹介したいということでございます。本日はですね、単純に私が選んだというよりもですね、再生回数ベスト3ということはもう皆さんも大体わかるかとは思いますが、そのベスト3を、発表したいと思います。まあこれまで160本以上アップしてるんですけれども、再生回数が多かったベスト3をご紹介したいと思います。ということでまずは第3位、この方の動画でございます。やっと出てくれましたね。長い出演交渉の結果、やっとの思いで首を縦に振ってくれた、ご紹介したいと思います。イモ筋トレを終わること西山浩二さんでございます。どうもこんにちは、ありがとうございます。高松でしょ。で、高松にスター誕生が来たわけですよね。そうなの。その時に中学生、中学1年生。もう一つ聞きたいんですが、うん、西山浩二と人となりとして中学1年生ですよね、うん、それまでは何してたの。中学1年生になるまでは普通に高松の田舎者の少年として、例えばスポーツをやってたとか、ね、小学生やってた。それはいいねん。そういうところ金ちゃんとそっくりでしょ。どこがどういう意味なんだよ。その RMC のラジオ局の前で、うん、スター誕生の入場券を配ってた。今度来るぞと、来るぞと金ちゃんのスター誕生が、うんうん、だから ただでこうただ券だから、あ、もらったわね、うん、入場券だから、うん、で配ってるからもらって、うん、でふっと見ると、うん、スタダンもね、もちろん好きな人気の番組、うん、番組だし、うん、でゲストに桜田淳子、はい、まあ、スタダン出身だから、はい、淳子ちゃんファンだったからさ、淳子ちゃんファン、ようこそここへの淳子、ここは淳子です、淳子です、はい、それで淳子ちゃん見たくて、桜田淳子さんに会いたくて、見たくて、金ちゃんに会いたかったわけじゃないんですね。それは違います。で、それで入ったんだよ。うん、まあ趣味とか入りましたね。で、入ったらもう満席で、うん、座れなくて、うん、一番後ろの立ち見、いわゆる、うん、歌って見てた。もうここに後ろの壁。壁、うん、で壁なんだけど、とりあえず立ち見だけど、うん、入れたから、うん、うわよかったーって。うん、これで純子ちゃん見える。見える。桜田純子見える。遠いぞ、これ一番後ろだしなーっつって。うん、で行ったのね。うんうん、そしたら、あの前説の人が出てきて、うん、で、金ちゃんコーナーね、皆さん知ってますかねっつって、うん、さあ、それで、その金ちゃんと遊ぼうコーナー、ゲームコーナーに出たい人って前説の人が言ったら、ガキが全員、うわーって手挙げますよね。全員ぐらい挙げますよね。はい、じゃあ、はい、君とって前説の人がこうね、うんうん、適当に言ってんだけど、うん、そしたらその時に、うん、母ちゃんが、うん、いけもう母ちゃんが行けと、俺の背中を、うん、行けって言ったの、うんうん、で一番後ろなのに、うん、もう反射的にもう通路ダーッと走って、うん、こう刺されてもいないのに、うん、もうステージ上がって、うん、でそっからオーディションが始まるわけ。あ、まあ、当たってもないのにこのズーズーしい、この親子のズーズーしい関係で行けたわけだ。ステージ上がっちゃったわけ。上がっちゃったわけよ。で、本番に出ることになったと。はい、ね、何をやったんですか結局本番では西山浩二は。それはね、勝手に歌って勝手に振り付けるっていう、うん、そういうあれだったの。何を歌ったんですか。俺は青い桃江ちゃんのね、青い果実を歌った。それは桜田淳子歌わなあかんでしょ、桜田淳子見に行ってんねんから。だって恥ずかしいもん。いや、そういうことじゃなくて、まあまあまあ、要は山口百恵、それはなんで山口百恵さんの青い果実をふと歌う
それなんかとっさなのかな、とっさだね。で覚えてる曲で、しかも覚えてたんだろうね、青い果実を。あなたが望むなら私何をされてもいいわってやったの。いやバカですね中3トリオもいたし、うん、西城秀樹さんとかそういう、うん、新御三家さんの人もいたし、うんうん、それであのうどん高松なんで、うどん、うん、うどんを食って一言言えって言われて、金ちゃん金ちゃんほんで無茶ぶりやな。それでうどんこうまああってね、うどん食ってうまいねって言ったの、うん、そしたらそのうまいねが、うん、天才って言われた。わからない、金ちゃんが、金ちゃんが天才、天才、西山天才、うん、あって言われた。それで後から聞いたら、うん、高松に天才がいるからあいつをなんとか呼べないかと。いかがだったでしょうか。第3位は2021年4月26日にアップいたしました西山浩二さんの動画でございました。西山くんね、あの山口さんは早くからできたから、西山くんが来るまで山口さん3位4位ぐらいまで入ってたんですけど、西山くんもまたいろんな話くれましたよね。太陽に吠えろの話とか、金ちゃん のとこでね、あのずっと暮らしてらっしゃったので、そんなような話とか、うん、で逆にあれなんですよね、個人の話もなかなかできずに、どうしても芋金の時の話、金ちゃん話っていうのが多かったと思いますけれども、出てくれましたよ。最初は僕は YouTube は出ないって言ってたんですけども、出てくれましたよ。徐々に徐々に西山さんもいろんなことで、あ、まあまあだからこれ出たからあれですよ。このもう発表になってるんで言いますけど、夏の芋金トリオ全国ツアー、全国10カ所回るんですけども、もう これ出たからきっかけが始まったみたいなもんですから、西山ファンの皆さん、我々ファンの皆さんも本当にありがとうございました。さあ続いて第2位はこちらの動画です。だからコロナで中止になってよかったですね。コロナで中止、あのずっとルビやってなかったら多分殴り屋の喧嘩になってたんですよね、仲悪くて。きっとコロナでなんか中止になってよかったけど、コロナがもしなくて普通にやってたら多分最後は新井さんが全員ぶん殴ってた。いや俺はね俺は殴らない殴らないよ。あのどっちかっていうと、はいはい、前に出る、はい、山田江藤が割と、はい、あのこう揉めるのが、はい、あのグループ時代も多かったからそれもまあそれぞれにさ、もう40年も経ってるからさ、はい、大人に なってだろうなと思ったけど、うん、やっぱりねリハーサルなんかする時に、はい、俺は江藤に、うん、もうみんな還暦すぎてさあんまり熱くなっちゃダメだやりたいのは分かるけどって一生懸命言いながら、はい、我慢しろで山田君はある程度もう変わらず言いたい放題だから、うん、ここだけの話ですがやっぱりこの今の時代だから、はい、その3月に 3カ所でやったんだけど、はい、でいろいろ連絡の取り合うために、はい、グループ LINE を還暦のズートロビー LINE ができたわけですね、うん、でスタッフもね、あスタッフも制作と含めて何人か7人ぐらいで、はいはい、でまあメンバー5人と、はいはい、スタッフ2人と、まあ、グループ LINE 作って、うん、たらある日その自粛期間の時にさ、はい、あのまあほら外出らんないから、はい、まあ、打ち合わせも兼ねて、はい、っていうで映像で LINE やろうよって、ビデオ電話ですね、なんか、うん、できるできる、ね、何人かでみんなで、はい、リレーできますよ。であの夜さ暇な時でも、うん、ちょっとまあそういう形じゃ音合わせとかはできないから、うん、でもお互い何がやりたいかとかってそういうことをさ顔を見ながらやろうと、やろうよ、まあ、それは5人で、ずっと5人で、5人で、うん、誰がそれ言い出したんですか。江藤がね言い出したわけ。江藤さんは、はい、いや言って、うん、だけど結局俺は普段持ってるのは未だにガラケーですから、おお、はい、家でしかさそのタブレットで、あ、なんで来てると思ってる、あ、パソコンのタブレット、パソコンっていうか、うん、家のタブレットね、はい、あタブレットでかいからさ、はい、こんなでかいから普段持ち歩かないわけですよ、はいはい、近所に飲み行ったりとかさ、はいはい、で家帰った時に何って言ったら江藤がそういうやろうよ、入ってたわけだ、うん、入ってた、うん、で俺でもな
また飲んでそういうことをするとね、うん、絶対言った言わないもあるし、うん、俺はあんまり今日はやめとこうと思って、うん、でほっといたわけ、はい、そしたらまた鳴るじゃない、うん、で見たらそれに2人参加してんのが、うん、山田と江藤だけなの、うん、だってあれなんですよね、紅白はみかん色で出てないんですもんね。紅白出た時はまだだから二十歳な19かそのぐらいだよね、二十、はい、歳になる頃まだ山田いたから、山田の時に1回だけ紅白に出たんですよね、はい、それはもうみかん色じゃなくて、うん、初恋の絵日記っていうやつでね、覚えてるのは、はい、沢田研二さんも出てて、沢田研二さん、はい、これはすごかったですよ。何がすごかったの？あのね、これ言ったら分かるから、あのね、はい、あの音合わせの時に、まあカメリハだよね、はい、もう NHK オールデンって、はい、その時に、あの時に歌忘れたけど、電飾の、うん、電飾のスーツ、はいはいはい、ピッカピカ光る、はいはいはい、全身、はいはい、TOKIO じゃないんだよね、はい、で、それはうわすっげえ衣装だな、でも当時だからずっとあの線が繋がってますよね、はいはいはい、袖からね、はい、で、それ着て出てきてさ、で、歌の感想とかですからピッカピカ光ってさ、はい、すっげえ衣装だなーっつって、はい、やったのが本番の時に、はい、まあ前にもモニターが自分で見られるモニターあるんだけど、はい、出てきて、はい、ケンジさんがさ、はい、で、歌い始めて、そしたらさ、あのカメリアの時はすごかったのに、はい、本番でしょぼいの、なんか電気が、電気がしょぼいの、うん、そしたら歌い終わって、うん、袖で、うん、でっかい声、絶対もう前のお客さんとか出てくる、なんやねんこの衣装ってジュリーがめっちゃくちゃこんでて、要するに自分がしょぼいのもあったんじゃない、いや、リハはちゃんとできてたのに、リハはもうご満悦だったんで、もうどうだみたいな、うん、でもそれ見て、ああすごいな、もうスターはすごいなと思った。その時ズートミの衣装は、塩ビ服シルクハットと塩ビ服でって変なさ、ステッキ持って、はい、要するにほら、ただ歌うだけじゃつまんないとか言ってさ、はい、感想で、はい、あのステッキがピロンってやると鼻になるやつ、はい、それはズートミの事務所がその時考えたわけね。そうそうそう、事務所というか、まあ山田の意見ももしかしたら聞いたりして。第2位は、2020年の6月25日にアップいたしましたズートルビ荒井康弘さんの動画でございました。こちらが第2位ということで、紅白のあのジュリー沢田研二さんの裏話暴露した暴露動画でしたね。ジュリーファンからのコメント、よくよく考えて皆さん見てくださいよ、ここバックじゃないですからね、ここのね、こっちのね、壁でやってたんですよ、ここで、ここね、エムゼスね、その時はまだエムゼスじゃなかったこのお店自体が、壁を、白い壁をバックに、大体そうですよね、宇治木さんの最初もそうやし、みんなそんな感じですよ、新井さんの最初の方ですからね、そんな感じでやらせていただきまして、まあまあ新井さんが悪いですけど、西山君が出るまで新井さんがずっと1位でしたから、そうか、いや1位これ分からへんからあれやけど、でもほんとそんな感じでずっと新井さんが再生回数は1位だったもんですからね、今回第2位ということでございました。ありがとうございました新井さん。さて、いよいよ なんとなく分かるかな。ね、なんとなく、だってもうなんかいろいろニュースになったもん、なんかいろんなニュースね、わ、まあまあ確かにですよ、これでもう言う前に言っときますけど、ぶっちゃけ去年ですよね、去年だわ、でうちの子を一緒に作ってるですね、上原銀河という男が「どうですかね長井さん3人ね」って言ってたんですよ、3人揃ったらすごいよな言うて、揃いましたですね。じゃあいよいよ第1位、もう皆さんお分かりかと思われますが、第1位はこの動画です。皆さんこんにちは、イモキントリオでございます。なんと今日8月5日が、うん、40年前のこの8月5日がハイスクールラバイの発売日。うわーすごいね、40年経ちましたか。16歳、その時は
二十歳、26でした。ございました、ね、それぞれ40年経ったのがこれでございます。こうなっちゃいました。申し訳なっちゃいましたということで、今日はもういつもご愛顧をいただいたリモケンティーの皆さんに、はい、これはもう無菌トリオ40年後といいますか、アイスクラブの発売日に、お、動画といいますか、歌わさせていただきたい。いいですね、いい試みですね、いいですね、素晴らしい。ぜひお願いしたいと思います。3人揃ってると、はい、嬉しいね。嬉しいですね、はい、ハイスクライバーご覧いただきたいと思います。この頭でいきますか。薄いやつ、いや、だって和郎だから、うん、いや、薄いっていう和郎になってほしいよね、ちゃんとね。和郎なんて和郎あるよ。いや、ちょ、薄いから。薄いってなる。いや、濃くはないでしょ。濃くはない、濃くはない。じゃあ、濃くして、はい、濃くしてください。せっかくですからね。口ちゃんと持ちますから、鏡ね。お鏡まで持ってきたの。どうよ、これ。あ、すごいな。あららら、工事者の工事よ。こうですか。へぇ、あ、ほんと薄いな。今気づいたんだよ。ちゃんと買ってくださいよ。よいしょ。あ、いいですね。いいね、いいね。やっぱりいいね。うん、やっぱりこれでいきましょう。これはいいね、やっぱりね。これでも、はい、これで。これでいいですね。これでいいですね。あ、まあ、これずれないようにね。これで。これがいい、これ大丈夫。はい、これ大丈夫ね。これで OK。はい、それでは、頭もふさふさになりました。はい、ワールドさんもご一緒にハイスクールラバーをご覧ください。ご覧の皆さんからリクエストがたくさんございました。おのおのでは出ていただいてたんですけれども、うん、今日は全員集合していただきました。まあ、デビュー40周年ということもございますので、ご紹介、まあ、ご紹介というか、こちら3人で紹介しましょうか。はあ、3人でいいですね。はい、いいです。イモキントリオの皆さんでございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、あの、本当に、山内さんには出ていただいて、はい、その後西山君にも出ていただいて、はい、俗に言うバグりましたよ。あら、西山さんのおかげで。あら、なんか問題起こしました、ね、この並びさ、うん、ケンちゃん気持ち悪くないの？山口、いや、どうなの？これはね、そうなんですよ、さっき話したんだけど、そう、あの、金土のオープニングの並びの、オープニングの並びなんです。金土シャラララはこの並びですよ。これ、はい、だって普通良い悪いで並ぶ。そうですよ。やだな、この人。やだな。そうですよ。それで1位の時のご褒美が、山口さんがチャンピオンベルト。俺チャンピオンベルトね、力道山のね。はい、じゃあ俺はチャンピオンベルトが欲しいって言ったのよ。だどんな、あの、なんかね、ボールのやつでもいいから、はいはい、小道具さんとかが作ってくれた段ボールでもいいですよ、下手したら、はい、もうチャンピオンベルトが欲しかったんで、山口さん、これ、あの、桃竹から、あの、預かってまいりました力道山が最初につけてたインターナショナルヘビー選手権 の、 あのベルトでございます。で、つけさせてもらって、それも返すんだもん。違うんだよ、俺はベルトが欲しかったんだよっていう。そういう意味だったんですか。そういう意味だったんですけど、まあ、まあそこまで強くは。で、その前、山口さん羨ましいなって僕思った仕事、うん、個人的にですよ、うん、うわ、いいな、顔のバブのシーン。顔のバップ。頑張る人にバブ。そうそう、やってましたよね。あの、働いてるこのところに行って、山口さん一人で説明聞いて、はい、どうぞって。ああ、それ覚えてるよ。いや、もう7年ぐらいやらせてもらいましたよ。長いことやってたんですよ。あ、もう今の事務所バブ御殿って言われてるぐらい、バブでね、いただいて。事務所ですか。いや、あの、山さんの家ですか。いや、多分バブのおかげで建ってる。バブで建った家。まあ、だからアバみたいな家だ。カップリソーネだっけ、僕たちのやつは。カプリ、なんかでもなくなった。カプリソーネはケンジいない。ケンジいないのか。いない、やってない。そもそも聖子ちゃんと2人で。え、そ、ちょっと待って、ガムかなんか。え、ちょっと待って、そんなんやってんの。あれ、ガム、ちょっと、あの、 iPhone の入ったやつ見せて。そうそうそう。え、それ何、俺辞めた後に聖子ちゃんと2人で朝ーとか言って、なんかのコーラ、こういうコーラして飲むような。そうそうそう、カプリソーネ。カプリソーネ、あれ、グアムかサバか。グアム、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 グアム。え、新しいイモキントリオのもう一人が入っては。いやいや、じゃなくて、じゃなくて、セグちゃんと、だから、あの、3人でケンちゃんのポジションにセグちゃんがいると思ってたから、ね、そうそうそう。え、マジで、それ知らないっす。あ、知らない。はい、あ、 YouTube であるよ。あるあるある。あ、今見せてもいいよな。いやいや、あるよ。スタジオにユージロさんが来るっていうので、はい、そりゃもう役者からスタッフからもうね、もう全員がお出迎え。はい、まあそりゃそうだよね、うん、当たり前なんだけど、おで、あの、石原プロの車から裕次郎さんが降りてきた。おうおう、
人に、うん、人間に、うん、オーラってものを初めて感じた、うん、大将には感じたことない今同じことだってねだってそうだよね今同じこと突っ込もうと思いましただって普通そうじゃんあんだけの大将ってすごい人と接してんだよいや、もう全く今見てる人もみんなそう思ってたと思います全員突っ込んでましたよ初めて国民の声だよ今、ね、でもそれはそれ俺すごいことだと思うんだよな、うん、ねえたったね、この3人で金ドンやったのはたったの1年半じゃないそうですたったの1年半が、うん、もう40年経ったって、うんまた色こうやってやってたり それを楽しみに、うん、あの見てくれてる人がいたりとか、うん、なんかそういうことってやっぱりさ年数が経たないと分かんないことじゃないですかそう40年経って初めてあやっぱり猪木のあの時 の, そ, うその爆発力っていうのは、うん、やっぱすごかったんだなと、うん、改めて思うわけよ手前にそれ申し訳ございません1位イモキントリオ2021年8月5日にアップいたしましたイモキントリオ40周年動画が第1位となりましたありがとうございますもう本当にねまさか集まっていただけるとは思わず、うんうん、逸話としましてはですね西山浩二君また西山君西山浩二君がですね最初カツラを取って歌を歌いたいっていうことで歌を取ったんですよこれ動画どっちだったかなカツラかぶってたかな分かんないでしょ僕も分かってないですで確かね結局いやかぶったはずですよもう一回やっぱり俺だけなんかあれだよねっつってカツラかぶって最初ねカツラかぶってなかったんですよそれ取り直したんですよあれ結局どうするっていう話になったんですけどもいやあれはね1位になりましたでもねこれ1位も金取るよでしょ2位新井康弘さんでしょズートルビので3位イモキントリオ西山浩二さんでしょなかなかのお年を召した企画門のアイドルが1位2位3位でも4位がすごいですよ4位5位は正統派アイドルですからね野村義雄君に曽我康久さんこれグッバイの2トップですからこれが4位5位ずっとよっちゃんのトップやったんですよそれがイモキントリオでダーンっていきましてやっぱりまあこれイモキンファンの方もね見てる方でもあれですよねあのよっちゃんとも結局これここで一緒して野村義雄君とも去年2人っきりでライブツアー回りましたし野村義雄と2人でツアーで曽我八千に曽我製作に関しては原田真二さんとのコラボライブもやっぱりここで健二君やりたいよなんて言ってくれて、実現しましたしそんなこと言ったらグッバイの江藤浩一君なんかここで井上翔子ちゃんとやりたい言うたから今年の1月やったんですよとかいろいろやってるんですよでそんな流れでいきますとこのイモキントリオの動画集まってやったことによってなんともう一度言いますが7月の17日から8月の11日までなんと1ヶ月全国10カ所でございます、イモキントリオ初全国ツアー回りますこれ出てると思いますデータを渡しますんで出てると思います、ぜひ皆さん回りますんであの場所によっては生バンドでやるのはね京都大阪そして、東京あとはねカラオケとちょっとギターちょろっとという形で、北海道から、九州を福岡まで回らさせていただきますね詳細はいろいろ見ていただきたいと思います、まあ、ここにも今フライヤー出てると思いますので参考までに、ぜひぜひ皆さん言うときますよこの全国ツアー見に来ないといつ誰が死ぬか分かりませんので早めにあのあれですよね閉店セールみたいなんですもうおしまいこの店みたいなね、いう形でやりたいなと思いますので、でも本当の YouTube ね、コロナ禍で YouTube を始めましてそのおかげでいろんなつながりができたりいろんな広がりができました、皆様のおかげですぜひぜひお友達にも、紹介していただいていまだにねちょっとずついろんなとこから回ってきて初めてこの動画にたど、り着きましたなんて言ってくださってる方もいております、お友達の方にも宣伝そしてチャンネル登録の方もお願いしたいと思いますそれではまた次回お目にかかりたいと思います。イモケンでございました。